肺発生、肺発生、肺発生、英語、エンブリオジェニシス、または、生物学における発生とは、多細胞生物が、受精卵、タンタメ発生の場合もあるから生体になるまでの過程を指す。講義には、老化や再生も含まれる。発生生物学において研究がなされる。古くは、卵、または、精子の中に小さな人の形をしたもの。 これをホムンクルスというがあらかじめ存在し、つまり受精卵の中に子孫のひな型がある。発生はホムンクルスが大きくなる過程であるという前世説が唱えられた時代があった。後の研究でそのようなものは存在しないことが明らかとなった。他方、受精卵の中にはひな型に相当するものは何もなく、次第に形ができてくるという考え方を構成説という。 実際には、顕微鏡を使用して、細胞レベルの観察が行われるようになって、具体的な発生の過程が観察できるようになった。もっとも、研究の初期には、顕微鏡を通して、コムンクルーズが観察された、いったような報告がされたこともあった。動物の発生については、多くの研究がなされているが、植物についてはかなり遅れて研究がなされた。 様々な無脊椎動物の発生過程の研究から、動物の発生には一定の共通する方があると考えられるようになった。受精が成立すると、全核、プリーヌクリアー PN が出現する。生死の侵入後、約6時間で見え始め、約20時間で見えなくなる。有性全核は受精卵で形成される。生死由来の核、死生全核は卵子由来の核である。 優性全核と死性全核の融合により、父親と母親の遺伝情報を保持する、子供の核が作られる。体外受精では受精操作の翌日、PN の観察により受精の確認を行う。2PN は正常受精卵。1PN は 2PN が融合後消える、途中の場合と異常受精の場合がある。3PN 以上は2つ以上の精子が入ってしまった、異常受精である。 d p n はすでに全核が消失してしまったか、未受精を示す。多細胞動物の発生は、受精卵の細胞分裂、いわゆる卵活から始まる。卵活は、同調的な分裂により、細胞数を2の級数で増やす。通常は2細胞期に左右に、4細胞期に前後に、8細胞期に副肺に分かれる。卵黄の多い卵では、この時、動物局側、 卵黄が少ないの方が細胞が小さくなる。ある程度細胞数が増えると、多くの場合、内部に空洞ができる。その外側は一層の細胞に覆われた形になる。この時期を包廃器と呼ぶ。包廃の内部の空洞は卵葛孔、または包廃孔と呼ばれる。ウニ卵は包廃器に孵化し、表面に洗毛を持って泳ぐ。 乱活空がなく内部まで細胞で満たされるものもある。また、脊椎動物では複数の細胞層が生じる。後廃の表面の細胞層が内部に入り込む。これは貫入と呼ばれる。そして一つの口を持った袋を内部に形成する。これが消化管の始まりである。この袋は幻聴と呼ばれ、その出入り口は腹口と呼ばれる。 この時期の肺を脳肺、または幻聴肺と呼び、その形成を幻聴肺形成という。四方動物や変形動物では、消化管には一つしか出入り口がない。その他の動物では、消化管は環状である。そのような動物では、腹口の反対側に新たにもう一つ出入り口ができる。この時、どちらが口になるかは、動物門によって異なる。軟体動物、 接触動物、関係動物など、多くの無脊椎動物など、腹口動物、先口動物とも言うでは腹口が口になるが、極秘動物や脊椎動物など進行動物、後口動物とも言うでは、腹口は肛門になる。幻聴が貫入したことで、それまで平等に並んでいた細胞が内側と外側に分かれたことになる。そこで、外に残った細胞群を外胚用。 内側に入った細胞群を内胚葉と呼ぶ。外胚葉からは主に表皮と神経が、内胚葉からは消化管が形成される。四方動物はこのような構造をほとんどそのままに生体になるので、二胚葉性動物と言われる。それ以外の動物では、外胚葉と内胚葉の隙間に細胞群が入り込み、そこで発達を始める。この細胞群を中胚葉と呼ぶ。 中肺葉からは筋肉、血管系などが作られる。また、中肺葉からは体光が作られる。これらの動物は三肺葉に分類される。ここから後は各器官が形成される段階になる。これを形態形成という。ドイツのハンス・シュペーマンはイモリ肺での移植実験、1924年から現行配信部に分化を引き起こす作用を発見し、 原口配信部を形成体、オーガナイザーと名付け、未分化の細胞群に分化を促す形成体の作用誘導と呼んだ。また、ドイツのバルタ、フォークトがイモリの肺を部分的に染色する局所生態染色法を開発した。フォークトはこれにより染色された肺がどのように分化するかの追跡調査を行い、肺が将来形成する元気の位置を示した元気分布図。 予定運命図を作成した1929年、シュペーマンの実験において、原口配信部の誘導の後に次々と組織、機関が形成されたことから、誘導の連鎖が推測された。一例として、目の形成過程を一家に示す。誘導は分泌性因子を介した細胞乾燥後作用により行われると考えられるが、しばしば多数の因子が複雑な制御系を、 形成しており、分子メカニズムが解明されていないことも多い。例えば、蒸気の形成体の誘導には、WNT シグナル系と呼ばれるシグナル、伝達経路が重要であることが知られているが、その際に、WNT シグナル系が、どのようにして活性化されるのかについては、不明なも多い。また、眼法、眼配による誘導には、神経成長因子よび骨形成因子が、 関与していると考えられているが、その詳細は明らかではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。